南海バス南海バス東山営業所南海バス東山営業所は大阪府堺市中区東山にある南海バスの営業所。最寄り停留所は東山車小前。堺市中区、東区、西区、三原区、堺区などをカバーする。運行は南海ウイングバス金岡に管理委託している。町大系統の名残から 野田・大鳥居線には、乗り継ぎ制度が導入されている。1964年6月1日開設。当営業所が開設されたのは1960年代に、堺市内において、団地造成が、相次ぎ、これに伴い車両数が増加したことによる措置であった。2013年9月1日より、金岡車庫の廃止により、一部路線が、金岡車庫と、 堺井営業所から移管された。南海ウイングバス、金岡の自社路線である、中野図、平尾線も、金岡車庫から東営業所に移管されている。中型車が主力。大型車は、三菱エアロスター、中型車は、日のレインボー、日のレインボーに鈴える神を、小型車は、日のポンチョが在籍は2020年3月1日、以前の系統番号を示す。 堺東駅前を起点に、東もず地区や西東京地区を経由して、大阪狭山市との境界近くとなる網陀池を結んでいる。沿線には大仙公園や仁徳天皇陵土塔がある。当初は、深井駅へは乗り入れていなかった。泉ヶ丘駅から西東京地区を経由して東山営業所に至る路線である。その後東山から、 深井駅に至る系統も追加され、現在は、こちらが中心になっている。中深井、小坂地区を経由する系統である。2系統2013年9月1日に、堺営業所から移管された。かつては1.203.306308.1418.2140系統と同じく、堺東大山中町緑ヶ丘までの、 13号線ルートを経由して運行する路線の一つであったが、私立堺病院前開業後は14系統の一部と、ともに、同病院経由の26号線ルートで運行される。13号線ルート経由時代は、霞ヶ丘停留所手前で、大阪府道206号石津川停車場、石津線へと右折し、 浜寺石頭町東停留所にて、現在のルートと同様のルートに合流した。この当時の名残として、廃止された、人石小学校前停留所、人石北停留所、浜寺石頭町東停留所があった痕跡として、206号線の歩道沿いに、バス用の停車場が設けられていることが確認できる。2015年12月5日のダイヤ改正までは、 おおむね30分間隔だったが、同回生から平日朝ラッシュ以降おおむね40分間隔に2017年8月1日のダイヤ回生で1時間間隔、2020年4月1日のダイヤ回生では約70分間隔、2021年5月のダイヤ回生でと休日ダイヤでは約90分間隔と本数が削減され続けている。北の大駅前から 東山車古前、深井駅、小坂、福泉地区を経て、大鳥駅前に至る路線である。過去には、浜寺公園駅前通りまで運行されていた時代も、あったが、西区役所開設に伴う路線再編成で、西区役所園は、系統が分離された。その後、深井駅発着便の設定が行われた。2019年9月23日に、JR 大鳥駅前に、 大鳥駅前、バスターミナルがオープンしたのに伴い、旧大鳥駅前、大鳥駅前と、ルートが変わり、西区役所前は行かなくなった。同時に112系統との乗り継ぎ指定停留所が、西区役所前から、大鳥駅前に変更された。2015年7月1日、堺市立堺病院が、堺市立総合医療センターとなり、西区下、原寺町に移転したことによる、 路線再編成により運行を開始した。境駅南口を起点に国道315号線を経由して北の大駅前まで運行されている。途中、大の芝から大見の噴水前の区間は副町経由便と西小学校前経由便が交互に運行されている。中本駅のバスターミナル整備に伴い中本駅前へ乗り入れるようになった。 2008年までは堺営業所の所轄路線だった。南海高野線北の田駅前と東区役所や三原区の田地位地区を結ぶ。堺市の要請により開設された。東路線は近鉄バス松原営業所との共同運行で両社交互に運行する。地下鉄新か岡駅前から 大阪中央環状線を経由して、三原区、東区へ向かう路線。2013年9月1日、金岡車庫の廃止により東山営業所に移管された。新金岡駅前大橋の区間は後述の三原金岡線と同一経路を運行しており、おおむね30分に1本程度運行されているが、北余るべき田野田駅前の区間は、 便数は少なく、1日数本程度で、小型車での運行となる。ありがとうございます。